どうも、しゅんです。こんにちは。今回は女性のキャリアっていうことをテーマに、視聴者の方でもやっぱ出産とか子育てとか結婚とかで働く上で左右してると思うんですよね、要因として。なのでそれを当事者目線で我々のそのインターン生の女性の方に聞いていただけたらなというふうに思っております。でこの動画を通じて女性の方であったりとか、あのこれから結婚をする男性の方でキャリアを考える上で女性のキャリアってところの視点も入れていただけたらなというふうに思っております。将来、まあ、30前後で絶対に、まあ、結婚して出産したいなっていうのは決まってるんですけど、うん、それを、まあ、目標に会社選びをするときに、例えば新卒から出産までの5年間で昇進しやすい会社がいいのかなって思うんですけど、実際の会社選びのところでどうやって選べばいいのかっていうのが全くわからない。おすすめなのはフロントの営業職や事業責任者に早くなってしまった方がいいです。これなぜか、営業職でフロントになったり事業責任者になると時間どんなに働いたって、例えば売上が上がってない、利益が上がってないやつはダメなんですよ、うん、でもこれ裏を返すと超時短勤務だろうが何だろうが、売上さえ上がってれば利益さえ出てれば、うん、結果責任のウェイトが高い方向にどんどん行ってしまった方が、うん、むしろ女性に向いてると思う。なるほど。早めに出世した方がいいっていうことですね。出世というのは結果が全ての領域に早く行っちゃった方がいいってことです、うん、でそこに行くためには一般論でいうと大企業よりも相対的には小さい会社だったりとか、総務や人事みたいな、法務経理みたいなバックオフィスよりも営業とか事業開発みたいな仕事だったりとか、もう理系の方はもちろんコード書くようなエンジニアでもいいかもしれないですけども、その人の成果が仕事に直結するっていうところに行った方がいいんですよ。なのに俺がすごく言いたいのは、例えば結婚したとか妊娠したとかっていうと余計バックオフィスに回したりするじゃないですか、うん、バックオフィスに回って時短勤務してる、結婚して子供もいる女性と、まだまだ私たち独身で合コンして彼氏とか見つけたいのにみたいな人たちの女の敵が女みたいなバトルが始まっちゃってるんですよ。であの人結婚して私たち仕事しつけて4時で帰って、うん、私たちはこれから合コンしたりデートもしたいのに何なんだみたいな感じで、女性がね、こうせっせっせっせと夜8時9時10時でも残業してたりするみたいな、うん、ベンチャーとかの、ま、企業を見てると育休を取った前例がない、制度としてあってもっていうところなんだけど、アメリカの女性エグゼクティブとかで分娩台にまたがりながら客からの電話を受けてるとか、それをありえないと思うのか、あ、まあ、それもありなんだと思うのかみたいなところのもう気の持ち方次第だと思います。どっち派ですか？え、分娩台で仕事ができる。でも仕事が楽しかったら苦じゃないかなって思います、ね、うんうん、それも面白いネタになりそうぐらい、まあ、美味しいみたいな、うん、営業とかだったらダイアリーさんって、私分娩台でまで社長の電話受けてたんですよ確かに、もうまた発注お願いしますよってこんなこと言われたら普通の会社的にはもう断れないよね。断れないですね。すみません松原さん、本当ありがとうございます、そんな大変な時までありがとうございます本当って、もうむしろ美味しいっていうのはその発想で、そういう風に利用したらいいんですよ。俺も今さ、こういう立場になってるから言えるけど、上司の立場で言うと燃える。なるほど。でとにかくフロントの営業職なんかは典型なんだけど、そこまで言ってると結果が全てなんで、うん、産休しようが出産しようが育児しようが、売上が少なくても減ってなかったりしたら、降格する理由にも給料減らす理由にもならないじゃないですか。確かにそうですね。本当にね、仕事って上に行くほどね、時間と関係なくなるんですよ、うん、自分自身の何歳で結婚したいかとか出産したいとか逆算して、その時までにちゃんと実力つけて、マネジメント職であったりとか時間に左右されない職についておくっていうことがポイントということです、うん、今聞いといてよかったです。この5年本当に死に物狂いで頑張ろうと思いました、ね。あイメージとして、出産します、育休取って帰ってきた時にポジションが少ないっていうイメージがあるんですけど、うん、なんか田畑さんがその執行役員やられてた時に席を空けても戻ってきてほしいような人ってどういう人なのか。だからでも今の話とほとんど一緒ですよ。だから結局その人がどれぐらい競争力があるかでしょうね、うん、この例え燃えるかもしれないけど、野球選手が試合に出れないっていう意味においては、育児だろうが出産だろうが怪我だろうが一緒じゃないですか。プロの世界なんで、たまたま例えばコロナにかかっちゃいました、だから休みます、代わりに誰が出ますよね、うん、そいつがめちゃくちゃ活躍したらどうなります？戻ってこれない。戻ってこれないよね。もうそれしょうがない、うん、本当のプロの第一線でのそういう世界なんで、自分しかないその差別化とか、お客さんとどれぐらいつながってるかとか、いやもう松原さんじゃないんだったらもう御社いらないっすって言われるぐらいの営業になってるとか。若手のビジネスパーソンとかで結構優先的に身につけておくべきスキルとして、やっぱ営業力とか人を巻き込む力みたいなところが、だから他人から信頼される力ってことですよね、もっと抽象的に美しく言えば。確かに。
で言うと名前のないベンチャーに行くのって結構チャンスですかね。看板に背負ってるものは大きければ大きいほど、松原さんと取引してるっていうんじゃなくて、うん、あの若い女の子でしょっていう、それぐらいしか担当者から見たらあれかもしれないけど、そうじゃないところで例えばいきなり飛び込みとかでやってきて、はい、それでドアを開けられたんだったら、だからその人のキャラがってことだから、そのだけ強いですよね。でもその分もちろんそれめちゃくちゃ大変だと思うよ。それは当たり前だけど、ね、お前誰や失神っていうのが大体100件行ったら99件数扱い受けるかもしれないし、自分の理想としては仕事もバリバリやるし育児もバリバリやるし、どっちも同じぐらい大事にしたいんですけど、うん、その考え方そのものは現実的じゃないのか。育児がバリバリできてないってのはどういうことなんだろう。例えばインターンの環境とかだと、うん、まあ、朝6時に起きて会議が始まって、うんうん、朝6時から会議ってブラック企業だよねあでもちゃんと8時に割るんで、はい、8時2時間もやってんのできたら子供の時間も大事にしつつ仕事も妥協したくない。それは保育園とかに預けずやるってことを言って意味してるんですか。いや、5時ぐらいには迎えに行って料理作るとか、うん、でもベンチャー企業だと、まあ、9時ぐらいまで働いてるところとかも多いかなと思っていて、もう迎えに行って寝かせるだけっていうのはちょっと寂しいなっていう気持ちもします。とにかくオフィスにいるのが本質なのかどうかってことですよね、うんうん、環境選びも大事ってことですね。職種としてなるべく自己完結してるとか、例えば著者とがっつりつながってる編集者とか強いわけですよ。あるいはその人の切り口がすごいからっていうのでいつも依頼が来るような人だったりしたらどうにでもなるよねきっと、うん。結婚出産を機に、まあ、退職する可能性が高いのは女性っていうことで、やっぱり男性の方が優遇な措置を受けるっていうことが多いっていうのを聞いたんですけど、採用において、うん、これについては実際どうなのかっていうのと、田畑さんがどう思われてるのかっていうのを気になります。これね、非常にいい質問で、僕は込めて僕なりに上司とか会社組織においてフェアであることっていうのは大事だと思ってるんですよね、うん、ただ何がフェアなのか考え出すと難しくて、うん、で例えば22、3歳ぐらいで面接してると、これ僕の印象論で極めて申し訳ないんだけど、女性の方が優秀なんですよ平均的には。10人取ろうと思って面接したりするじゃないですか、うん、内定者の枠を、はい、今8人まで内定出したけど、そのうち6人女子じゃんみたいなようなこともありがちで、これに対してどっかの医学部の入試もその問題あったじゃん、はい、お医者さんやっぱ激務なんで、その後女性だと辞めちゃいがちだから、結局少し男に下手果たしてでもそうやらないとトータルとしての医者のね供給量が確保できないという話と、でも入試の点数明らかに低い男を上げてそれより高い女子を落とすのでどうなんて、これもそういう少し補正をした方がいいのかなと思いながらも、でもそれでもさすがにアンフェアなんじゃねえのかとか、もや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 、もう正直何が正解かよく分かんないゾーンでいつも悩んでたところはこれめちゃくちゃあります、うん、帰ってきてほしいってやっぱ思ってもらえる人材になるように努力しなきゃいけないっていうのを、結局やるべきことは変わんないですもんね。そうです。別にさすがにさ、女子大生の就活生でさ、はい、私は結婚も出産も1ミリもそんなことにうつつを抜かすつもりはないのでぜひ雇ってくださいとかって言われてもええって思うじゃんさすがに。出産も結婚もしたいし、一定こう期間離れる可能性もありますっていうのは言っても大丈夫です。そんな当然中の当然する権利だから、そんなことをわざわざ入るときにあらかじめ事前に断っておかないといけないなんて、こんなおかしな話ないと思う。で真面目な人は入った後でそんな女を取ったと思ってなかったとかって言われたくないから、うん、あらかじめ私そうなんですけどいいですかとかって聞きたくなる気持ちはすごい誠実さの表れだと思うんだけど、ちょっと僕からしたらバカ正直な気がするなるほど。だって別にそんなんさ、気持ちが変わったんですって言ったところでさ、拝める理由もなんもないじゃん。だって いやまあわかんない、実際入った後にそういうこと言うとそんな女と思ってなかったとかっていうような、そういう人がいるのかもしれないし、それは現実としてゼロじゃないかもしれないけど、でなんでこの会社ブラックなんだって言うぐらいでいいと思いますけどね。確かに。それよりもだから僕とにかくパフォーマンスを出すことに集中してほしいです、うんうん、それが全て、はい、権利だから休ませてもらいますとかっていうよりは、自分は義務として何をやったのかっていう、うんうん、そこの方が大事で、そこの差の方が大きいですから、はい、なんで別にそれを後ろめたいとか思う必要は別にないですよね、うん、だって権利だから当然の有給みたいなもんなんで、結果を出すためにキャリアプランを考えて逆算して、この期間までに出さなきゃいけないっていう考えれるっていうのは一つのいいところでもあると思うので、前向きに自分のキャリアを考えていただけたなっていうふうに思います。下の概要欄に田畑さんのチャンネルもあるのでよかったら見てくださいということで、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。